仕事や育児で忙しい毎日、美とゆっくり向き合う時間はありますか？そんな産院の女性にもう一度美について考えてもらいたい。それが女性のための美活祭、ビビビフェス。向島産院中央テレビ本社を舞台に産院の美が大集結します。特設ステージでは女性の一生に一度を彩るウェディングショーや美にまつわる講座も開催されます。その他、美食ゾーンにコスメ・スキンケアゾーン、そして女性ならみんな大好き占いゾーンまであるんですよ。風水芸人の出雲のあくにです。今回私は恋も仕事も思い通りできる女のハッピー風水講座を開催しちゃいます。産院の悩める女子たち集まれ。キャー、彼氏とのことを占ってもらうってのもありですね。そして会場をさらに盛り上げてくれるスペシャルゲストも登場。ペコとリューチェル、2人の可愛らしさの秘訣も聞けるかも。そんなビビビフェスに参院で生まれた女性に嬉しいアイテムが登場します。それが神水。神水は出雲風土記にも棺の川辺の薬湯と記されている名湯出雲湯村温泉から生まれたスキンケア商品です。1300年前から多くの人々に愛されてきたこの出雲湯村温泉を守り伝えていく上で、この温泉水を使って何か地域活性ができないかなと考えた時に、化粧品は大部分がお水でできているので、この特別な温泉水を使って商品を開発することで、これまでとは違った商品ができるのではないかなと考えて開発に至りました。スキンケア商品の中でも女性が毎日使うものといったらやっぱりこれですよね。美容液と化粧水を兼ねた神水スパトリートメントローションは、出雲湯村温泉水をベースにボタンエキス、ソメイヨシノ葉エキスなど、出雲地域と縁の深い21種類の和漢植物エキス、天然由来成分をたっぷりと詰め込んだ自然派多機能化粧水です。やっぱり温泉水使ってるから肌にも浸透しやすいし、まるで温泉上がりのようなしっとりともちもちとした肌触りがあります。香りもいいし、すごくいいな。温泉水 100% の無添加ミスト、神水スパピュアミストはスプレータイプでメイクしたままでも使えますよ。その他、お肌にも環境にも優しい手作り石鹸は全身を洗えてしっとりとした潤いも与えてくれます。3種類あるので、その日の気分に合わせて使い分けるのもいいかもしれません。私はこのリラックスできそうなヒノキの香りが好きですね。山陰の大地の恵みから生まれたスキンケア商品で、山陰の女性が美しくなる、最高ですよね。女性のための美活祭ビビビフェスは山陰中央テレビ本社にて4月29日開催。今年の春は目いっぱい美しく、目いっぱい一目惚れ。